愛しいダニエル、たとえ医者が見放しても私は諦めないよ。君が望むなら、喜んで禁断の地へ赴こう。チャプター1、追走。というわけで、初めまして、おはようございます。不明とゼロです。2週間後。ローガンからの連絡が途絶えて2週間。もう待っている時間はない。覚悟はいいな、リサ。必ず連れて帰るとママに約束したもの。行きましょう。10。で、前回ちょっと、選択肢どうぞ。どっちがいい？エントランス。ちょっとぶっぱなしよ。はい。ちょっとぶっぱなしよ。前回ちょっと途中で途切れちゃったんですけども、ショットガン本作、あれ何言おうとしてるの？何を言おうとして途切れたんだっけ？忘れてしまった。まあいいや。ちなみに今作も球場関係はあるんですが、敵にしか攻撃が当たらないので、まあ、バンバン連射してもらって大丈夫です。思い出した。今までの作品同様、2人プレイになると敵の強さが上がるので、なんか、突然。チャーちょっと来ないで。私が救助側か、私が襲われてる側か、まあ、こんな感じでね、セリフ読んでなかった。こんな感じで今作では味方が襲われることになります。おう、オーマイガッド。おう、で、味方に弾は当たらないのでね、バンバン連射してもらってね。何？早速ボスですね。ケビン？こんなの聞いてないわ。弱点は頭。はい、ファイト。あ、わかんない。あ、わかんない。このまま進むぞ。いや、待って。2人プレイでカーソルが見づらくなるのがなんて。おっと、なかなかにきついですね。俺たちは怪しい者じゃないぜ。先を急ぐぞ。こうやってザコテクと戦いながらこう逃げていくっていうのは珍しいパターンです。ちょっとめちゃくちゃするわね。お、止めた。まあ今作上のゲージ、こっちはダメだ。上のゲージ見ていてもらうと分かる通り、この体力ゲージの下にね、別なゲージが追加されてるんですよ。あれを削り切ってあげないと止めることができない仕様になっております。リサ、そのまま走れ。グッバイ。まっすぐなやつだ。まるで昔のローガンだな。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回。